ヘンリー・ルイス・アーロンは、アメリカ合衆国のアラバマ州モービル出身の、元プロ野球選手。愛称は、ハマー。通算本類打755本は、ベイブルースを超え、2007年に、バリー・ボンズに抜かれるまで33年間 MLB、歴代1位だった。ベジタリアンとしても有名である。子供時代は近くに、野球チームがなく、道具もそうだの線や、ボロヌの、 ブリキの蓋などを使い、野球の真似事をしていた。ジャッキー・ロビンソンの所属した、ブルックリン・ドジャースが2軍のチームと試合をするために、モービルを訪れた時、幼いアーロンは、野球や人生について、話すのを聞いた。弟のトミー・アーロンも後にメジャーリーガーとなったが、ハンクが、電動入りした2年後に、白血病により亡くなっている。 青年期アーロンのブレイブス在籍時の背番号44アトランタブレイブスの永久欠番に1977年指定エドスコットの仲介でニグロリーグのインディアナポリスクラウンズに入団して最初は遊撃手として力をつけルーキーイヤーの1952年に早速ボストンブレイブスのスカウトの目に留まり契約を結ぶ1年目は 参加のオークレアベアーズで活躍し、ノーザンリーグ新人王を獲得。この時期に、少年時代からのスタイルであったバットのクロスハンドを改善する。1954年、前年に、ボストンからミルウォーキーにフランチャイズを移転し、チーム名も、ミルウォーキー・ブレイブスとしての2年目、ニューヨーク・ジャイアンツから移籍し左翼手のレギュラーと、目されていたボビー・トムソンが、 春季キャンプの練習試合で二塁へのスライディングの際に足首を骨折するアクシデントが発生。翌日の試合で左翼手で先発出場したアーロンは本塁打を放ち、これをきっかけにメジャー契約を勝ち取った。当時は通算363勝の大エースウォーレンス・パーニア通算512本塁打の司法エディマッシューズを擁したチームだった。 1957年には、フレッド・ヘイに監督に率いられ、ボストンマラソントレーニングのような地獄のキャンプを経て、ミルウォーキーの奇跡と呼ばれる、ナショナルリーグ優勝、ワールドシリーズ制覇を果たす。9月23日ミルウォーキーでのカージナルス戦、スコア2対2で迎えた延長11回裏、1死で、ジョニー・ローガンを一塁に置き、午後11時34分に、アーロンは、 ビリー・マフェットのカーブボールを叩くと、打球は、中堅守、ウォーリー・ムーンの頭上を越え、ミルウォーキー・カウンティ・スタジアムのセンター後方にある、ペリニの森に飛んでいく、さよならにラン本塁打となり、チームは8連勝して、リーグ優勝を決めた。9月24日には、シーズン44号満塁弾を放ち、本塁打と打点の2冠王となり、シーズン MVP を獲得。 同年のワールドシリーズは、ケイシーステンゲル監督率いる、ミッキーマントルラを擁する強豪ニューヨークヤンキースと対決。ニューヨークで対戦を開始し、ニューヨークでの第7戦までも連れ込む激戦となり、アーロンは3本塁打、7打点、11安打、22塁打,打、打率。393の活躍を見せ、チームはヤンキースを4勝3敗で破って、ワールドチャンピオンとなり、 ニューヨークでは、ドイナカが勝ったと評された。これが、アーロンの唯一体験した、ワールドチャンピオンとなった。なお、10月6日ミルウォーキーでの、第4戦の4回裏、ローガン3塁、マシューズ2塁の場面、ステンゲルは、この強風では、ベーブルースでも本塁打を打てないだろうととむ、スターディバント投手にアーロンと、勝負させるも、アーロンは3ラン本塁打を放ち、ステンゲルは、 奴は、ベイブ・ルースではなかったとコメントしている。1962年6月18日には、ニューヨーク・メッツ戦で、歴史上1948年の当時ニグロリーグの、ホームステッド・グレーズに所属していた、ルーク・イースターに次いで二人目の、そしてメジャーリーグでは、史上唯一の、ポログラウンズのバックスクリーンへの本塁打を、記録している。 その後ブレイブスは1966年にアトランタに移転するが、アーロンの存在は実績に比べてさほど注目されておらず、注目され始めたのは1970年代に入ってウィリー・メイズの本類打数を塗り替えた頃であった。1973年、ルースの記録に追いつくまであと一本のところでシーズンを終える。しかしこのシーズンオフは、 アーロンにとって長いものとなった。ルースの記録を信奉する者や、白人のルースの記録を黒人のアーロンが破ろうとしていることに反感を抱く、白人史上主義者による必要な嫌がらせや、身の危険となる脅迫が相次いだのである。アーロンは当初、この事実を隠していたが、ある時ふとしたことがきっかけで、これに触れたところ、今度は、 全米中からアーロンを支持する激励の手紙が届いた。あなたへの嫌がらせの手紙を処分するいいものを送りましょうとマッチを送ってきた白人もいた。当時アーロンはベイブ・ルースを忘れてほしいとは思っていない。ただ、私を覚えてもらいたいのですと訴えている。1974年4月4日シンシナティでのシンシナティレッズとの開幕戦の初回一時で、 ラルフガートマイクラムを奏者に置いて、ジャック・ビリンガム投手が、カウント三ボール一ストライクで投じた五球目の低めの直球を、シーズン最初のスイングで叩いて七百十四号三ラン本塁打を放ち、ルースの記録に並ぶ。その四日後の月曜日、四月八日午後七時七分、本拠地アトランタフルトンカウンティスタジアムでの、第三打席、四回二死一塁に、 ダレル・エバンスを置いて、ロサンゼルス・ドジャースのアルダウニング投手のカウント1、ボールでの2球目の真ん中低めのスライダーを叩いた、ラインドライブの打球は715号に乱本塁だとなり、ルースの記録を破り、試合成立前ではあったが試合を一時中断して、セレモニーが行われた。アーロンは、サンクゴッド・イッツ・オーバー、とコメントした。ホームランボールは、 レフトフェンスとスタンドの間にあったブレーブスのブルペンに飛び、リリーフ投手、トムハウスが直接グラブでキャッチした。なお、セレモニー途中から一時的な降雨があったが、試合とアーロンの記録は成立し、ブレーブスが7対4で勝利している。同年の秋には、日米野球で来日し、読売ジャイアンツの王貞春と本塁打競争を行い、10対9でアーロンが勝っている。 また王に手土産としてスパイクとグラブをプレゼントした。スパイクは王の足には大きすぎたり、グラブも右利き用だったりしたが、王は喜んで受け取ったというエピソードがある。王が後にアーロンの通算本塁打記録を塗り替えた時、米メディアの多くは日本の球場の狭さや投手レベルを引き合いに出したが、アーロン自身は 王の記録達成に心から敬意を表し、紳士的に祝福した。そしてフラミンゴの剥製を記念として王に送っている。以降王とは、長い信仰を持ち、1990年には、アサヒビール飲料の缶コーヒー、ジョーの CM でも共演している。アーロンのブルワーズ在籍時の背番号、44。ミルウォーキー・ブルワーズの永久欠番に1976年。 して、1975年から、ミルウォーキー・ブルワーズに移籍して、2年間をそこで過ごして、現役引退した。755号本塁打は、1976年7月20日、ミルウォーキーで、エンジェルスのディック・ドラゴンを打った、シーズン10号であり、グラウンドクルーのディック・アンドがキャッチ。本塁打数755本は、メジャーリーグ歴代2位。 また通算安打数も3771本で、引退した当時は、タイカップに次ぐ記録であった。現在もナショナルリーグのみの成績で言えば、通算安打は、ピートローズの4256本に次ぐ、第2位である。引退後は、ブレーブスの球団副会長などを歴任し、他にも、王と共に、世界少年野球大会を提唱、後進の育成や、野球の普及、 発展に努めた。2006年、ワールドベースボールクラシックの決勝において、始球式を務めた。その際、日本代表監督を務めていた王と肩を寄せ軽い、断章をしているシーンが放送された。ちなみに、王は、尊敬する、野球選手はという問いには必ず、アーロンの名を入れている。1982年に、アメリカ野球殿堂入り、 アーロンの背番号44は1976年の現役引退とともにブルワーズでまた長く在籍したブレーブスでも引退の翌1977年にそれぞれ永久欠番に指定されている。また野手として初めて MLB の2チームでの永久欠番表彰者となった。ブレーブス入団当初の背番号は5であったが 怪我をしたことにより、アーロンが2桁の数字の背番号を希望し、1955年から44となった。1955年にアーロンは、ニューヨークのポログラウンズの2階席の外壁まで打球を飛ばし、ニューヨークのある新聞が、ハンメリン・ハンクと表し、ハマリングにふさわしく強打を打つスラッガーとなっていった。アーロンは、 44はベルが鳴ってるような響きがあり、ゾロ目であり、好きとコメント。シーズン本塁打44本を4回記録。晩年期2007年8月7日、バリー・ボンズが通算756本の本塁打を、ハナチ・アーロンの通算本塁打記録を抜いたが、薬物疑惑もあるボンズの式典に出席しないと、表明していた。ボンズの記録達成時には VTR でコメントを。 球場に流しているアーロンは、ボンズという名前の綴りすら知らないよと吐き捨てるほど、ボンズに対する嫌悪感をあらわにしていた。2009年8月7日、共同通信によると、2003年に、匿名で行われたドーピング検査の陽性反応を、示した選手のリストを公表すべきだと、a p 通信のインタビューに答えている。アーロンは、私は、 長年野球をしていたから、シーズン70本以上の本塁打を放つのは無理ということがわかると述べており、薬物疑惑のある選手の記録にはアスタリスクをつけるべきだとしている。2014年2月14日の早朝、極寒のアトランタで氷で滑って転び、部分的な人工左股関節置換手術を受けた。2015年11月、朝日小獣受賞,受賞。獣章。 2021年1月5日、アトランタのモアハウス医科大学で、米国のアフリカ系アメリカ人を代表する、著名人の一人として、安全性を訴える目的のために、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けた。2021年1月22日午前、死去。86歳没。数日後、ジョージア州フルトン軍検視局が、神話。 自然史であると発表した。本類打数が注目されるが、1960年から1968年まで、投塁数は2桁を数え、特に1963年には30から30を達成するなど、瞬速と投塁術も持ち合わせていた。アーロンは、自分自身を、ホームランバッターでなく万能の選手と捉え、他の人たちにもそう思ってほしいとコメントしている。 また、自身のバッティングスタイルを、自分の打撃動作の連磨に重点を置く、テッド・ウィリアムズ型ではなく、相手投手の配球の解析に重点を置くスタン、ミュージアル型であると評価している。前述の通り通算3771安打の、成績が示しているように安打製造機としても優れ、20年連続、100安打以上を記録した。この記録は、アーロンとタイカブのほか。 ピート・ローズ、カール・ヤストレムスキー、ジョージ・ブレット、エディ・マレーといった選手たちが達成している。ありがとうございます。